独立されてる方が多いんですよ、はい、一人親方とか、はいはい、まあ、そういう方たちの次のステップっていうところでイメチェンはまあ勉強になるし、次の会社のステップに役立つんじゃないかなと思いますね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。フランチャイズ実態調査ということで、伊藤君、今日は何の FC ですか？はい、今日はですね、定額制リフォームイメチェンの住田オーナーに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イメチェンですか？はい、なかなかいぶし銀な FC をちょっと連れてきましたよ。よく加盟しましたね。イメチェンに何で加盟したんですか？イメチェン船橋店で、もともとはですね、あの先代のダイブは町の水道屋さんみたいな形でやってたんですけども、まあ、あのお客さんがアパートオーナーさんだったりとか不動産管理会社さんっていうところもあって、僕の代になってあの現状回復をやり始めたんですね。その上で現状回復会社って結構競合が多くて、何か分かりやすい商品だったりとか、そういうのないかなって思ってた時に、定額制の基本料金1平米1万円っていう分かりやすいイメチェンさんと出会いまして、まあ、そこで大型リフォームだったりとかデザイン性があるリフォームをまあ取り入れていきたいなっていうのがあって、イメチェンにですね加入したっていうのがきっかけになりますね。なるほど、はい、どういう経緯ですか？どうやって見つけたんですか？結構そこもいろいろあるんですけども、もともとイメチェンの代表の篠原社長がリノリースっていうところで働いてまして、まあ、そこでいろいろ調べたところで同じようなことをやってるなっていうのをホームページで見つけて、まあ、そこで問い合わせさせてもらって、ホームページから見つけたっていうのがきっかけですね。でそこで連絡取らさせてもらって、実はあのイメチェンの篠原社長も実は船橋の方でイメチェンの加盟店を探したいって思ってたらしくて、まあ、ちょっと運命的な出会いみたいなのもあったりとかして、うん、どこでも探してる、そんなんで運命感じちゃって。まあまあ本当にだって船橋で探してるとかある？そんな、まあ、千葉の方に加盟店がなかったみたいで、まあすごいマッチングがあって。そうなんですね、はい、いつ加盟されたんですか？2020年に加盟しました。じゃあもう3年目、そうですね、3年目ですかね。どうですか調子は？そうですね、もともと水道屋さんっていう感じだったんですけども、はい、社員4人で加盟時は売上でいうと1億円ぐらいだったんですけども、はい、そこからまあ大型リフォームをいろいろ受注できるようになってですね、2021年は1億5000万になって、22年は1億8000万になってっていう形で、やっぱり大きい高単価ですねの仕事を取れるようになってきた。そして23年はどうですか、いくらぐらいの人ですか？23年はですね、イメチェンさんで大型のリフォーム、デザインリフォームをできるようになってきたんで、自社でもですね不動産部門も立ち上げてですね、買取再販事業も始めて、自社でアパートの一室を買ってですね、リフォームをかけて再販するみたいな風に発展してまして、新規事業も始まって、だから1億、ね、1億5000万、1億8000万で23年がいくらぐらいなのかなと思って、そういう今年の見込みは3億から3億5000万ぐらい、すごい。なんかさ、もったいぶって言わないからさ、だってさ、22年までの数字しか言わないじゃん、まあ、1億1億5000万、1億8000しか言わないから、23年調子悪いのかなと思って、そこ突っ込んでやろうと思ったのに、そのちょっとストーリーが大切かな。でしかも23年はって言ったら、なんかいろいろやってさ、なんか数字言わないからさ、電話も取られたら怒られてる。怒られてるけど、なんと23年、なんと3億5000ぐらい。すごいじゃん。すごいっすね。はい、俺はイメチェンで余裕ができたから。そういうことなんです。その軍資金で新規事業を始めたみたいな。そういうこと。すごいじゃんイメチェン。イメチェン、本当に本当に。じゃあなんでこんなさ、イメチェンさ、はい、億単位で事業が伸びるのに、はい、なかなか加盟決まんないんですよ。もうね、福吉の社長と、もうね、イメチェンの篠原社長で加盟決まらない芸人やりたいですよ。そのぐらい決まんない。いや、福吉よりは決まってっか。あ、そうそう。あ、そうか、失礼しました。はい、篠原さんからね、決まったって連絡がちょこちょこ来ます。福吉とファスクのマチコちゃん。マチコさんですね。うわ、この二大巨頭。イメチェンも結構いい勝負してるね。もう我々の力不足でイメチェンがなかなか決まんないのよ。この話聞く分にはめっちゃいいじゃん、ね。まあ、なんでだと思う。だってめっちゃ積田さんうまくいってるじゃないですか。だからあのイメチェンを役に立てられる会社さんっていうのはいっぱいいると思うんですよ。要はあの現状回復会社だけでやってて単価が低いような会社さんっていうのが多くて、まあうちみたいにそこから次の発展っていうところに行く現状
回復会社さんって結構いると思うんですよね。そういうところはめちゃめちゃ価値があるかなとは思ってまして、全国の現状回復会社が加盟すればいいんですか。ありだと思います。もうだけど、なかなか現状回復会社まだ見てらっしゃいます。そんな現状回復会社が見てるチャンネルなんか地球上存在しないからな。何でもしたらいいからだよね。結構僕たちの現状回復会社の周りって、アパートオーナーさんだったりとか、不動産会社さんがお客さんにメインであったりとかするんで、そういう方たちって結構レアトラとか見てる人たちいるんですよね、うん、そういうところからの発展っていうのはあるのかなとは思うんですけどね。そんなイメチェンってそんな年商伸びて、じゃあ随分会社も変わったんじゃないですか。会社としては今は社員6名でやってます、はい、なのでそこからリフォームなんで、アパートオーナーさんだったりとか管理会社さんとつながりが結構深くなってくるんですよね、はあはあ、そこから事業の多角化じゃないですけども、外壁事業だったりとかに発展させたりとかっていうのもあったりとかして、事業を発展させるきっかけになったのが結構イメチェンさんかなと、そこでお客さんとか結構出会うタイミングがイメチェンを使うことによってお客さんの幅が広がったという、そういうところもあります。どうですか、伊藤君から何か質問ですか。そうです、じゃあ加盟することによって本業にもめちゃくちゃプラスになったっていうことですね。めちゃめちゃプラスになってますね。あとはですね、イメチェンは加盟店の勉強会をすごい開いてくれるんですよ。その勉強会し終わった後に、加盟店の経営者だったりとか担当者が集まってですね、飲み会をすることによって、いろいろ情報交換をしたりとかっていうのをすごい刺激になったりとかもしますし、イメチェンの篠原代表も結構たくさん人脈があったりとか、あともともと営業マンとしてやられた方なんで、経営者としてもいろんな相談をさせてもらえるところがすごい嬉しいところでもあったりとかします。言える範囲で勉強会ではどんなことを教えたり、基本の知識、リフォームの知識から提案する上での数字のところとか、すごい幅広くやられたりとか、あとリノベの学校っていうイメチェン主催の、一般の人たちを呼んで勉強会を開いたりとかっていうのもされてるんで、かなりうちにもし新入社員が入ったとしても、ここで知識を得て営業マンとして成長できるような仕組みを持ってたりとかします。普通に会社として、3年もやってたらそれもちろん人の入れ替わりとかあると思いますけど、新しく入ってきた人でもこのイメチェンの仕組みとかも使えるというか、そうですね、もうすぐインプットされるっていう感じなんですね、あとはイメチェンさん の、 そのデザインリフォームじゃないですか。そういうところで過去の施工事例とかも共有できるんですよね。ビフォーアフターでこういう風に部屋が変わったよとかっていう、自社で工事しなくてもそういう施工事例を共有できるんで、お客さんにすごい提案しやすかったで見せても OK ですね。見せても OK なんで、イメチェンホームさんは現状回復会社って設計とかデザインとかって含める人たち少ないと思うんですよね、職人がたきの人たちが多かったりとか、そういうところでイメチェンの本部が設計からデザインしてくれて、アウトソーシングでサポートしてくれて、営業のツールを本当分かりやすくサポートしてくれるっていうのも強みのところで。なるほど、じゃあもう自分一人でやれるお客さんを捕まえる能力がどんどん高まっていくっていうことですね。そうですね、本当そこが一番だと思いますね。いいお話ですねこれは。あとはなんかもうそんないい話があんの。マジでしょ。自社の努力もあるとは思うんですけど、定期的にイメチェンの YouTube を見て、一般のお客さんがイメチェン本部からの集客もあって、そこで紹介があったりとかも発生するんで、そういう初めてきっかけ作りも本部さんがしてくれて、イメチェンの篠原社長のフォローもありながらスタートを切れるみたいなと思います。すごいね。なんでイメチェンがこの良さがこうみんなに広まらないかね。そうですね。でもやっぱそのさっきなんか現状回復のところはどこでもやったらいいよみたいな話だったと思うんですけど、なんかそんなに数いるもんなんですか世の中に。結構そのクロス屋さんだったりとか、クロス職人さんだったりとか、クリーニング会社さんだったりとか、いろいろ現状回復って言っても、細分化されてるじゃないですか。細分化されてるじゃないですか、そういう会社さんって結構多いんですよ。独立されてる方が多いんですよ、一人親方とか、そういう方たちの次のステップっていうところでイメチェンは勉強になるし、なるほど、次の会社のステップに役立つんじゃないかなと思います、皆さん見てますかそういう方々。なかなか対象がマニアックっちゃマニアックなんで、ぜひそういう方がいらっしゃれば、イメチェンの加盟説明会ここから見れますんで、ぜひ見てみてください。今日はなんかなかなか聞けない話を教えてもらってありがとうございました。よかったです。ありがとうございました。FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひ
たくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、